ほぼ100点に近い。おお、 99.5 点。今から間に合うトップ企業ガンガンエントリーしてください。もうこんな才能が埋もれることがもったいない。どうもこんにちは、新大理メンバー就活生の高橋静香です。本日は模擬面接動画ということで、過去動画に出演してくれた秋元ちゃんに再度面接に挑戦していただこうと思います。で、秋元ちゃんはね、その時本当にいい評価をもらった方なので、今回も就活生の視聴者の皆さんのためになるかなと思います。では早速秋元ちゃん自己紹介お願いします。はい、よろしくお願いします。富山大学経済学部新4年の秋元優と申します。よろしくお願いします。本日の面接官の方なんですけど、戸井さんに来ていただきました。戸井さん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。自己紹介の方お願いします。はい、私は慶応義塾大学を2012年に卒業し、その後 P&G でマーケティングを担当してから、何社か外資系企業でマーケを担当して、で、その後独立して就活生の支援を今行ってます。確実内定という本を出版したり、登壇させていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。富士さんの確実内定の詳細は概要欄に貼ってあるので、ぜひそちらチェックしてみてください。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速なんですけど、面接の自己紹介をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。富山大学経済学部3年の秋元優と申します。大学生時代は2年間ほど、ベンチャー企業でインターンをしておりました。富山県、自分がいる土地富山県をもっともっと良くしてやろうという気持ちで、頑張っていたので、ファッションと体力と根性には自信があります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではですね、それに紐づいて、ぜひ学生時代に力を入れたことを教えていただけますでしょうか。はい、私が、大学時代に力を入れていたことといたしましては、富山県にあるゲストハウス兼コワーキング交流スペースの泊まれる図書館よすがというところで管理人をしていた経験があります。そこでは、そこの詳細をお話しさせていただくと、宿泊機能があり、図書館であり、かつ学生や社会人の方、泊まられる旅人の方が交流できるっていう、場所になるんですけれども、そこに泊まられるお客様であったり、そこに遊びに来てくれる方たちをもっともっと増やすファン作りっていうところを自分は目標にしまして、3つの、対策を打たせていただきました。そこでですね、3つやったことといたしましては、 まずとにかく人に会うことです。毎日新しい人に最低1人は会おうという目標を立てまして、街でやってるイベントに参加したりとか、自分自身のこうアルバイトとして、富山市がやってる、コワーキングスペースの受付をしたりとかというふうにして、とにかく人とのつながりを作るというところを意識しました。2つ目といたしましては、そのよすがという場所で毎月、3つほど自分で全て企画運営も全て自分でやるイベントを毎月開催するという目標を立てて、それを実行していました。具体的にしたこととしては、読書会であったりとか、あとは、学生のプレゼン大会であったりとか、あとは英語を使ったイベント、模擬留学ができるようなイベントとか、本当に様々で、社会人、その地元の社会人の方と一緒にコラボしてやれるようなイベントというのもしました。で、最後3つ目なんですけれども、スタッフ制度というものを自分でそのよすがの中で作りまして、やっぱり人を、ファンを作っていただくには、そこにのスタッフをしている人の魅力っていうのが一番大切だなというふうに思ったので、その人一人一人の魅力をさらにさらに向上させていくために、一人一人にミッション制度っていうのを課しまして、それを毎月目標を立てて、それを実行して、それを振り返ってっていうのを毎月やってもらうっていうようなシステムを構築しました。はい、長くなりましたが、私が、学生時代に力を入れたことは以上になります。はい、ありがとうございます。いくつかお伺いしたいことがあるんですけれども、まず気になるのは、なんでそんなに頑張れたのか。
というところですね。まあ、非常に単なるアルバイトではとてもありえないほどの実力能力を発揮されていたと思うんですが、一体そのパワーの源、動機っていうのはどこから生まれてるんでしょうか。質問ありがとうございます。私が頑張れた理由といたしましては、そうですね、自分でもちょっとわからないところももちろんあるんですけれども、2つあると思っていて、1つ目は先ほども申し上げた、自分がせっかく来た土地、長野県出身で大学進学を機に来た富山っていう土地を、せっかくだから何か面白い土地にしてやろうとか、朝鮮の文化作る何か一助になりたいなってい う, こうモチベーションから来るもので、なんかこう自分の毎日を楽しくするために、自分の周りだったりとか自分が所属する場所をもっともっと良くしていこうって思いが強かったからかなというのがまず一つと、あとは自分がもともと持っているこう長所でもある飽くなき向上心っていうところがあるかなって思っていて、昔からすごく負けず嫌いでせっかくやるなら勝ちたいというか、自分が満足いくような結果で、進めていきたいっていうのがあって、これだけ頑張れたのかなというふうに自分で思っております。ありがとうございます。2点目のお伺いしたいところが、これだけ活躍されていらっしゃるのに、なぜ起業とか自分で自分を就職させてしまおうといった方に行かずに、弊社を受けてくださったんでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。起業という道も将来的には、考えている一つの選択肢ではありまして、ただ、今はこう人のお力を借りない、人だったり仲間の力を借りたり、またその御社の力を借りないとできないことっていうのもたくさんあると思っていて、せっかくやるなら、しっかり満足する形でやりたいっていう、こう性格もあって、ちょっと今はそのための準備、知識であったり経験であったりっていうものを積むために、御社で働きたいというふうに考えています。はい、ありがとうございます。それでは先ほど長所とおっしゃっていた負けず嫌いのあたりも伺ってみたいので、ぜひ自己 PR お願いしてもいいでしょうか。はい、ありがとうございます。私の方の自己 PR をさせていただくんですけれども、私は私の性格を一言で表すと、猪突猛進だと思っております。考えるよりも先に手や足が動いてしまうタイプで、ある意味それが短所とも言えるかなというふうに思っているんですけれども、ありがたいことに、今までこの大学生活ではいろいろ私がこう手を出していくことによって、ちょっとした小さなミスも起こったんですけど、それをこう仲間に恵まれてフォローしてもらって、なんとかここまでやってきたという経験があります。あとはですね、こう目の前のことに一生懸命になれたり、こう他の人がちょっとこう尻込みするようなこともこう手を挙げてやって見れるっていう、こう性格もあるので、結構自分がそれをやったことによって、なんか後輩の子も、あ、じゃあ私もやってみようかなっていう、こう思いを持ってもらえるような、こう背中を見せれたんじゃないかなというふうに思っております。以上になります。ありがとうございます。ちなみに就活はどういった軸で今進めていらっしゃるんですか。私の就活の軸は2点主にありまして、1つ目は、自分が働いている姿をありありと想像できるかっていうところがあります。そして2つ目が、自分その新しいことに挑戦することであったりとか、こう挑戦の文化づくりを後押しするような環境であるかどうかっていうところがあります。はい、ありがとうございます。とそういった意味で、将来どういったふうに働きたいと思ってらっしゃるか、ビジョンみたいなものがあれば教えていただきたいです。そうですね、私は主にこう御社はじめエンタメ業界、マスコミ業界というものを通してですね、こう一人一人にこうもっと、そうですね、私は御社、エンタメ業界だったりマスコミ業界っていうところにこう軸足を置きまして、日本をもっと面白く
こう漠然としてるんですけど、面白くできたらいいなと思っています。まあ、その中でもこうマスコミ業界というところに入りまして、難しい情報とかあまり知られてない情報、魅力なんかも含めて、こうあらゆる人にもっと楽しく分かりやすく、伝えるお手伝いができたらいいなって、そういうものがあらゆる人にこう伝わりやすい社会になればいいなというふうに思っておりまして、その理由が、そういったこう情報が手に入りやすい、楽しくて分かりやすくて、それがもかつ楽しくいろんな情報が手に入る社会になれば、もっともっと一人一人の選択肢が増えて、これもやってみよう、あれもやってみようっていう、こう前向きな力が働くような社会になるっていうふうに思っておりますので、そのように考えています。はい、ありがとうございます。私から聞きたいことは以上になりますけれども、もし質問があればおっしゃっていただけますか。はい、ありがとうございます。御社に質問したいこととして、今御社で働いている若手社員の、中でこう活躍され、特に活躍されている方っていうの多いとおられると思うのですが、その中で共通しているなと思うポイントがあれば教えていただきたいです。はい、わかりました。さて、模擬面接などで質問にお答えできず申し訳ないんですけれども、ここで一旦面接を終了させていただいて、この後合否判定、フィードバックに入っていきたいと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで面接お疲れ様でした。では秋元ちゃん、ちょっと今の面接の感想を軽くお願いします。すごく緊張したなっていう思いがまず一つと、あとは私の一つ悪い癖なんですが、長く喋りすぎてしまったなっていうものがありまして、こう話し始めたはいいけどちょっと飽きられちゃうかもやばいと思いながら話し進めざるを得なかったっていうのが反省としてあって、ちょっとそこを疲れるんではないかと思ってドキドキしています。早速問いさんの方から合否発表の方をお願いいたします。はい、今回の面接は合格です。おー、ありがとうございます。はい、すごい、ほぼ100点に近い。おー、 99.5 点。おー、だと思います。本当に素晴らしい面接でした。私年に多分1000人ぐらいの学生さんと知り合う機会をいただいてるんですけれども、抜群、すごい、ぜひトップ企業にどんどんエントリーしていただきたいです。トップ企業にも全然受かりそうですか。全然内定すると思います。じゃあその具体的に100点だと思ったポイントを教えていただきたいです。はい、まず一つ目、実は学生が忘れがちなのにとっても基礎のポイント、就活生は自分のことを話すときに前提情報を飛ばしがちです。はい、例えば今の泊まれる図書館よすがの管理人のエピソードなんですけれども、一般的にこういうエピソードを持っている方は、私は泊まれる図書館よすがの管理人をしていてって話し始めちゃうんですね。はい、でもそれって何って面接官なら思うはず、うん、他の学生でもそう思うはずなところを、うん、私がやっているのはシェアハウス兼ワーキングスペースでって前提を置いてくださったので、うん、何の話か一発で分かりましたし、ご自身の役割についても分かりやすく他人が分かる情報で説明してくれているので、うん、スッて話が入ってくるんですね。でこれは本来社会人にならないとなかなか身につかないスキルなんですが、すでに持っている、これはポイントが非常に高いと思います。すごい。でさらに、質問への答え方が素晴らしかったと思ってます。何が素晴らしいかというと、エピソード同士が一致してるんですね。はい、なので秋元さんってどんな人なんだろうと思った時に、させていただく質問と答えがすごく一致している。例えば、うん、ガクチカのお話を聞いた時に、なんでそのモチベーションを持ってるんですかって聞いた時、飽くなき向上心と、どうせなら富山を楽しく体感してほしい、面白くしたいっていうことをおっしゃっていて、でその後すごく時間を話して将来のビジョンを伺った時に、日本全体で隠れた場所を面白くしていきたいというのは、ガクチカとビジョンが完全に一致しているから、秋元さんが何者かっていうのがすごく伝わりやすいんですね。で皆さんうっかりですね、面接対策でどうしてもですね、ガクチカはこれにしよう、
自己 PR はこれにしよう、確かに強みはこれでみたいな、バラッバラに準備すると、いざ投資で話すと、さっきは飽くなき向上心があるって言ってたのに、今はコツコツ頑張れるって話をしてて、この子は何者なんだってなってしまうところが、秋元さんはもう綺麗に一致しているので、きっと秋元さんは向上心が高めで、外交的でみんなと関わりをしたい人で、そして面白さっていうこと自体に動機を感じる人なんだっていうのが誰にでも伝わる、非常に明快、これが素晴らしさだと思います。話が長いところを気にされてましたけど、長く感じさせない、なぜならエピソードが面白いから。エンタメ業界では話が面白いことも非常に大事です。なぜなら面白くさせなきゃいけないからですけれども、秋元さんのお話は単純に面白いので、それ自体がずっと聞いていたくなる、テレビで言うとチャンネルを変えたくないっていう状態になるので、非常に面接官も楽しませる力があると思います。具体的にどういうところのエピソードが面白かったのか、エピソードより話し方の方が面白かったのか、そこら辺教えていただきたいです。はい、話の面白さっていうのがどこにあったかというと、人って想像できないことを話されると退屈に感じるんですよ。各地域に支社を持っているケースが多数あります。ですので、もし次にチャレンジする会社を増やしていただくとしたら、